9月10日、1日の取引を終えました。日経平均株価は今年初めての6日続伸となりました。昨日に比べて73円68銭高の2万1392円10銭でした。トピックスも昨日に比べて 6.88 ポイント高の 1557.99 でした。東証一部全体の6割にあたる1357銘柄が上昇、下落したのは3割729銘柄ということで買いが優勢でした。商いもできていまして、東証一部売買高株数が14億1700万株、売買代金は2兆2700億円できました。日経平均は昨年12月以来、つまり今年に入っては初めての6日続伸となりました。対して軟調だったのが新興市場でありまして、マザーズ指数が 3.9 ポイント安 0.4% の下落でした。日経ジャスダック平均株価はプラスでしたが、前引けの8円高に比べますと5倍やや上げ幅を縮めて4円30銭高となっています。東証一部に目を奪われて、マザーズはマイナス、ジャスダックも上げ幅縮小といった格好でありました。日経225冷やしチャートです。今日で6日続伸というところで、今日は21,392円、高いところでは 21,400円台を取る場面がありまして、この5日線ですね、緑の線が垂直的な右肩上がりとなっています。今日の上昇でこの75日線、青い線と5日線のゴールデンクロスが実現しました。ただ一気に21,500円の節目を抜くような勢いはありませんで、ECB 理事会など重要イベントがあるということで、そして今週は SQ 週でもありますから、このあたり、火曜日の段階で一気に上抜けというふうにはいきませんでした。とはいえ日経平均6日続伸、足元極めて強い動きとなっています。今日の東証一部、こうした堅調さの牽引役は何といっても金融株の動きであります。特に銀行株ですね。例えば8306三菱 UFJ、このところじわじわと助走期間に入っていたんですが、今日は窓を開けての大陽線、一気に540円の節目を抜きまして545円80銭、 3.9% と昨日に比べて 4% 近い上昇で終えています。5日線がこちらも日経平均と同じように一気に25日線75日線をそれぞれゴールデンクロスしています。米中の対話の糸口が見え始めたですとか、香港などの情勢が沈静化しつつある、このあたりで、リスクを取るような動きから、アメリカで国債が売られています。国債が売られるということは長期金利上がるということですけども、金利上昇が金融株への恩恵といった見方があるのかもしれません。三菱 UFJ の場合、チャート上で今日一気に大陽線立てて、ここの戻り高値を抜いてきています。こうした金融株の堅調さが東証一部、特に指数へのインパクトにつながったようです。一方でいわゆるディフェンシブセクターというのが冴えない動きになっています。例えば4502、薬品メーカー武田でありますけれども、このところなだらかな回復基調だったんですが、足元弱含んで今日はどちらかといえば売り物先行、陰線を引いて終えています。54円安 1.4% の下落でありました。これまで金融情勢ですとか政治情勢が不透明な中で、ディフェンシブ、薬品ですとか不動産、リクーンといったところが物色されていましたが、今日の金融株高、金融株を買うようなリスクを取っていくような動きから、こうしたディフェンシブセクターは足元、今日特にですね、やや苦戦気味でありました。今日の東京市場は金融セクターですとか証券セクターといったところが資金流入、買いが集まりまして、日経平均株価は小幅高ではありますが、今年初の6日続伸でした。以上、大引けの模様を東証ワローズからお伝えしました。